さあでは準決勝第2試合へと移りたいと思います。いきます。まずは青森ノースフォレスト RFT、 大きな拍手お願いします。おっとここで本気を見せた。そしてチーム深浦さあではまず RFT の皆さんから聞きたいと思いますが、見てくださいこの筋肉。いや素晴らしい。普段どんなトレーニングしてるんですか？子供を抱っこしてます。子供今何歳ですか？子供今3歳と1歳です。今見に来てます？見に来てます。じゃあ、光ってるうちは、じゃあ一言、かわいいよ。はい、じゃあなんか応援のメッセージ一言。心できっと届けていると思います。あ、一言お願いします。頑張ります、はい、勝ちます、勝ちます、頑張ります。さあでは最後監督、いや準決勝勝てば決勝となりますが、いや深浦の皆さんに胸を借る気持ちで頑張ってもらいたいと思います。なんか秘策とかはあるんですか？いやないですね。でも練習とかこれまでしてきたりとか？綱引きの練習は先ほどが初めてやりました。それでここまで結果が出ているということで、はこの後の試合も楽しみです。さあでは続いてチーム深浦、まずはじゃあ監督の近藤金吾さん。はい、それでは1曲歌わせていただきます。ナイス。続きはぜひ FM 青森で放送中の、せーのでファイトをお楽しみください。はい、ということで金吾さん、このチームちょっとどんなチームか紹介していただいてもいいですか？はい、こちら、深浦町のもう筋肉、そして、心の温かい情熱、夕日の赤の情熱を胸に秘めた5人組でございます。一曲やっぱ歌った方がいいんです。いやチーンとなりました、チーンとなりました。はい、ありがとうございます。金吾さん移動の時走らせてしまってすみません。ありがとうございます。じゃあ一言ずつ、じゃあ意気込みお願いします。パワー。はい、じゃあ反対側もパワー。相撲をやられていると。はい。じゃあ得意技は押し出しです。今回はぜひ引っ張っていただければと思います。たくましい筋肉でございますが、はい、続きこんにちは、あこんばんは。何をされているんですか普段？プロレスラーをやってます。それを得意技はブレンバスターです。おっとぜひ腰の方を大事にしていただいて。はい、では続いて。はい、こんばんは。何をされているんですか？私も一応プロレスやってます。得意技はバックブリーカーです。すごい、みんな大技ですね。はい、こちら。もしかして同じくプロレス？いや全然違います。何をされているんですか？事務員です。これで事務員。では最後、こんばんは。やはり相撲を、皿洗い。これで皿洗いを。深浦ってすごいですね。ディープな町深浦ですね。さあ試合が楽しみになってまいりました。じゃあ準決勝第2試合です。準備しよう。はい、深浦さんちょっと緩めてもらっていいですか？ありがとうございます。はい、はい、では準決勝の2つ目です。ではレディーゴー。まっつっけまっつっけまっつっけ、勝負あり勝負あり。勝者アームレスリングチーム、あ失礼しました、勝者は青森ノースフォレスト RFT の皆さんでした。さあ短い時間ではありますが控え室の方へお戻りください。さあということでチーム深浦の皆さん、ここで敗退となりますが、金吾さん、金吾さんもどうぞ前の方に、ね、惜しくも敗れてしまいましたが、はい、深浦町初参戦させていただきました。ありがとうございます。この5人の勇士、また来年もぜひですね、なんか参戦して、挑まさせていただければなと思います。よろしくお願いいたします。ぜひ皆さんも深浦の方に遊びに来ていただきたいですね。はい、お願いします。はい、ということでチーム深浦の皆さんでした。さあでは控え室の方へお戻りください。